こんにちは。11月9日で動画を投稿し始めて1年が経ちました。1年間の振り返りをするとともに、先日皆様に募集させていただいた質問に答えていこうと思います。それではいきます。骨格とパーソナルカラーを知りたいです。骨格はウェーブ、骨格ウェーブで、パーソナルカラーはイエメ春です。落ち込んだ時や悩んだ時の解消法はありますか？落ち込んだ時や悩んだ時に自分を癒す方法はたくさんあればあるほどいいと思っていて、私はキャンドルを焚いたり、好きな音楽を聴いたり、半身浴をしたり、映画を見たり、自分の好きなことをして嫌なことを忘れます。おすすめの本や映画はありますか？最近読んだ本だと、何時星のごとく、渚優さんの何時星のごとくっていう本がすごく印象に残っていて、余韻がすごい残るお話でした。考えさせられるような本や映画が好きなんですけど、そんな感じの内容でした。映画は結構たくさん見るんですけど、何回も見た映画で言ったら、のぞみっていう映画があって、まあ、これも考えさせられるような内容なんですけど、基本的に考えさせられるような内容の本や映画が好きです。一番好きな本は有川博さんの阪急電車です。動画いつも見ています。マイフィルムさんの言葉選びがすごく好きです。ありがとうございますこれからも自分らしく動画投稿やインスタグラムの投稿を続けていけたらいいなと思っているので、ぜひ見守っていただけると嬉しいです。いつも動画見ています。ストレス発散方法を教えてほしいです。ストレス発散方法は、ストレスは体の中にたまるものだと思っているので、発散するときは爆食いとか爆買いとか溜め込むことじゃなくて、汗をかいたり、まあ、映画を見て感動して泣いたりとか、こう外に出すように意識しています。まあ、自分の思っていることをノートに書いたりとか、発散なのでこう出すことを意識しています。普段の生活で心がけていることや意識していることは何ですか？どんな時も自分とは違う物差しをみんな持っているっていうことを意識するようにしていて、自分の普通が世の中の普通じゃないっていうことを常に意識すると過ごしやすいような気がしています。 MBTI 教えてほしいです。何回かやったことがあって、2回 INFP だったので多分 INFP だと思います。なんか性格の説明とか見ても割と当たってるなって思うことが多かったので、そうかなと思います。差し支えなければ、旦那様との出会いは何ですか？話せばちょっと長くなるんですけど、高校生の時からのお付き合いで今に至るって感じです。自分の長所と短所はどこですか？長所は人の気持ちを考えられるところ、人に寄り添えるところで、短所は考えすぎたり心配性すぎるところかなと思います。お気に入りの女優さん、俳優さんはいますか？好きな女優さんは川口春奈さんとか、アイドルにはなるんですけど、白石麻衣さんとか長濱ねるさんとか好きですね。清原果耶ちゃんが出てる映画やドラマは基本的になんか面白い気がするので、作品としては清原果耶ちゃんが好きです。俳優さんは
最近見てるドラマによく松下洸平さんが出てるのでなんか気になるかな感じです。 YouTube もインスタも楽しく見させてもらっています。マイフィルムさんの血液型は何型ですか？血液型は O 型です。はい、O 型っぽくないって友達からは言われます。あいみょん以外に好きなアーティストはいますか？ヨルシカをよく聴きます。あとスピッツも好きです。あとは、まあいみょんの影響なんですけどクリープハイプとかマカロニ鉛筆とかもよく聴きます。あ、終わりだ。以上です。また質問募集できたらいいなと思っているのでその時はよろしくお願いします。